カロリーベースの食料自給率はおよそ 1100% に達する日本最大の食料基地トカチ。その中心帯広といえば、父が帯広出身なのでよく話を聞かされて食べてました。あ、僕も2回目なんですよ。あ、そうですか。なんかね、僕初めてです。初めてじゃあどうです、今日初めて。美味しいです。行列店も珍しくないご当地グルメ豚丼、客の中には観光客も多い。知床で一泊して帰りに今、はい、鳥取から来たんですけど旅行で。観光協会も豚丼を帯広の目玉にと後押しする。豚丼を食べにわざわざ帯広来ましたっていうお客さんもいますんで、うん、まあ、来た時に紹介しやすいように、うん、まあ、パンフレットにもしていると。帯広の飲食店で豚丼が食べられるようになったのは80年以上前。うな丼をヒントにした醤油ベースの甘辛いタレは帯広の豚丼の定番に。テレビなどで取り上げられたことで一気に人気が広がり、帯広市内には豚丼を提供する店が150店以上にも上る。そのうちの一つ、トンタ。お肉屋さんをやられていて、あの豚丼自体もあの帯広の中では家庭料理としてあったので、あまりの行列で店を広げるとも。お客様が夏場の時期に最長で300人ぐらい列ができてたので、期待を裏切らないようなものを出していかなきゃいけないっていう、そのうちはまあ専門店なので専門店としての責任なんかも感じつつ。豚丼の専門店が増える中、各店舗はそれぞれのこだわりを磨く。あの厚さも違えば切り方も違いますし、はい、あのお店によってはあのヒレがあってバラがあってロースがあって。すべてトカチさん、先代がその肉屋時代に得た知識で、先代が結局見ていいって言った豚肉をおろしてもらってるので、もうその肉自体はもう間違いない。さらに肉の切り方にもこだわりが。通常であれば切ったものを使ってるお店とかが多いと思うんです。スライサーみたいな、スライサーみたいなので、うちの場合はもう完全にこのブロックを一枚一枚手で切って、本当に柔らかい部分をお客様の方に提供できる。ブロックがこの4キロくらいの単位で来るんですけど、5分の1ぐらいは使ってないんですよ、実は。先代が始めた、タレは今でも先代が作り続けている。何ですかね、精肉店時代から合わせるとおよそ50年磨き続けた味。ひれは5枚ずつっていう。美味しそうでしたけど、食べたことはありますか？あ、ありますね。あの私も本州出身なので、うん、あの豚丼っていうとこう BSA の時代にですね、あの牛丼の代替品としてこう出てきたってイメージが強かったんですけども、こっちで食べたらもう全然違う、肉厚で、まあ、あのタレも味も非常に良くてですね、あのイメージ一変しましたね。全国でも通用するブランドだと思いますね。そうですね、はい、ただどこでも作れてしまうという悩みもあるみたいなんですよね。あ、帯広の豚丼でやってたんですけど、北海道の豚丼になりつつある。それこそ釧路に行く途中にあったりとか、結構豚丼っていうのを目にするようになってるので、帯広は豚丼の発祥の地だよっていうのを、そのうちがっていうよりは帯広市できっちりとした形を作っていかないと。有名になったがゆえの悩みっていうのもあるんですね。そうですね、まあ、類似品というのはどういう業界にもつきまとう問題だと思うんですけども、まあ、VTR にもありましたようにですね、まあ、帯広の豚丼というのをこう行政とかあの観光協会なんか巻き込んでこう PR していく必要があるかもしれませんね。
帯広に来て食べてもらうための PR っていうのは何ができるでしょうか。そうですね、まあ、もう商品としてはもうかなり確立してますんで、まあ、あとはですね、あの豚丼発祥の地であるということをこう帯広全体でアピールしていって、うん、でまあ、お店もたくさんあるようなので、あのここに来たら美味しい豚丼食べられますっていうのを、こういったことをこうアピールしていけばいいんじゃないかなと思います。はい、